皆さんこんにちは。今日の知っとくはちりめんじゃこ、しらす、コウナゴの違いです。ちりめんじゃこ、しらす、コウナゴはカルシウムが豊富なので日常生活のあらゆる点で活躍してくれる優れものです。どれも同じような感じで一緒くたに考えている人も少なくないことと思います。この違いが分かればちょっとした自慢になることと思いますので、うんちくをお教えいたします。まずちりめんじゃことしらすですが、これはどちらもイワシの稚魚のことです。名前が違うのは製法が違うからであり、ちりめんじゃこは生のまま天日に干して乾燥させて作り、しらすは塩茹でしてから干して作るという製法上の違いがあるのです。このためちりめんじゃこの目は澄んでおり、しらすの目は濁っています。機会があれば両者を並べて目を見比べてみてください。そしてコウナゴはイカナゴという魚です。小さな魚で、あのサイズで立派な成魚です。佃煮にして食べられることが多い魚です。プリン体も気になる食品なので食べ過ぎには要注意のようですが、カルシウムの摂取も重要です。何につけほどほどにということでしょうか。